いらっしゃいませ、マイケイズチューブのタシャです。今日のおすすめはグアカモレ。夏になるとバーベキューやホームパーティーいっぱいあると思うんですけど、この一品はもう作りやすくて結構手軽に入る材料もいっぱいなんで、じゃあ紹介していきます。最初に使うのがアボカド、玉ねぎ、トマト、ニンニク、パクチーまたは香菜、サルサ、レモン汁、塩コショウ、キュウミン、ガーリックパウダーとドライオニオンになります。で、まず見せるのがこの正しいアボカドの選び方。これがやっぱりこうちょっと黒くて触ると柔らかいのを選んでください。で、切り方、こういうふうにで、こうやって回して、中に結構大きい種入ってるん でこれをこうやって開ける。で、このやつはもう種抜いてるんですけど、この種だけは一つ予備に置いといてください。はい。で、スプーンでこの中をこうしようか、こうやって柔らかいのを選ぶと結構簡単にこうやって取れるんで、あと材料の詳しい分量はマイケルズチューブのウェブサイトに載ってるのでぜひ見てください。で、こうやって混ぜていきます。で、これぐらいの大きさになると中にレモン汁を次入れます。レモン汁を入れることによって茶色みがなくなるので、これは大事です。レモン、で次に入れるのが玉ねぎ。玉ねぎでボリュームを出すので私は結構多めに玉ねぎ入れます。で、次にトマト、で、ニンニク。私もニンニクすごい大好きなんで結構多めに入れます。これも個人の好き嫌いあると思うんですけど、私は結構あんまりペースト状にはしないように、少しこうアボカドの形が残るぐらいにします。あんまり混ぜすぎないで、本当にもう材料が混ぜ合わさるぐらいの程度で、と最後にこのパクチー。これも葉っぱも芯のところも同じ味なんで全部使って大丈夫です。はい、でこうやって混ざったところでサルサを入れることによってちょっとピリ辛みが出るんで美味しいです。はい、で最後に調味料。調味料の加減はやっぱりガーリックパウダーとか強さが個人によって好き嫌いあるので、少しずつ味見して調節していってください。はい。で、一つだけこの種を残してたのは、こうやって入れとくと茶色くなりにくいんで、これで一応今のところ出来上がりです。で、ここにサランラップをして冷蔵庫に30分ぐらい置いといてください。で、30分経つとまた後から味見して塩コショウのとガーリックパウダーの加減を調節していってください。ぜひ作ってみてください。 Enjoy!